オラーフスアーパパラです。今日はですね、みんな苦労してるワカサギ釣りの場所と、はい、クエストでね、一部修正がありますので、その報告をしていこうと思います。まずはワカサギこれね、図鑑を見てもらうと池って書いてあるんですけど、広場のね、池と、こちらホームタウンの池でも釣ることができます。イエーイ。個人的おすすめがホームタウンの池。1に広いし、広場の池だとね、密集してちょっと自分の釣り竿どれだよってなる可能性があるので、ホームタウンの池がおすすめなのと、数時間ね、ホームタウンの池と広場の池で釣りをしてみましたところ、ホームタウンの池の方がたくさん釣れたので、個人的、私的、ババラ的にはホームタウンの池がおすすめです。はい、どちらでも釣れるのでね、自分の都合のいい方で釣ってみてください。修正、釣り人のタテゴトアザラシの飾り。はい、こちらがね、カワサギの串焼きを作ると、本来だったらここの3分の0のところが3分の1になると思うんだけど、はい、みんなならないよね、ならないよね。ババラも試してみたところなりませんでした。こちら修正が入ってます。イベントにおいての一部のテキストが誤った内容で表記されていた件についてのご案内。はい、誤ったミッション内容、カワサギの串焼きを作る。正しいミッションの内容は、カワサギの串を作って食べるだそうです。早速食べてみましょう。はい、食べてみたところ、ちゃんとね、さっきゼロだったカワサギのミッションが1になったよね。はい、みんなこちらのミッションはね、まだね、あの名前これから表記されて文言が変わるかどうかわかんないんだけど、これはしっかり食べていきましょう。作って食べたらここがちゃんと1になります。はい、今回のクリスマスツリーを完成させるイベントは簡単そうに見えて1日では終わらない内容になってます。で、もう一つ気をつけてほしいのが、こちら、ラジオのね、ミッションがあります。雪だるまのラジオで BGM を変えるっていうのがあるんだけど、こちらね、ラジオ買わないといけないので、はい。このミッションを早く終わらせたい人たちはね、ラジオ最後の最後に届くんじゃなくて、まあ早めにミッションを終わらせたりするといいかもしれません。はい、では少しでも役に立てたら嬉しいです。皆さんご視聴ありがとうございました。また機会あったらよろしくお願いします。チャオです。バイバイ。上を向け前を向け、どうせなら両手広げて君に幸あれ。